季節一番おいしいネタを入れてせがれからやってんだけど、ご飯ともう一体化、ご飯がまずくてもダメ、魚がまずくてもダメ、わさびがまずくてもダメ、でその3つ一体になって初めておいしくなる。マグロですかね。すごいね。勝手捨ててんじゃねえか。簡単なことじゃん。ありがとうございます。まずかったら並ばないから。うん、美味しい。どうも。お寿司のね、4番バッターだからね。20年ぐらい。うん、長いね。もうお客さん多いから、そんなに取れないから。産地？青森が青森のマグロ、150キロ、1匹で200万ぐらいになる。お客さんがどのぐらい買っていくかはあるから、ここまで下ろしといて、あとお客さんがこのぐらいくださいって。2人で焼いたりするのが美味しいです。やっぱりその魚の本当の味が伝わってきて、あと築地に来たらもう全世界のマグロが食べれる、それもあります。美味しい、ここが一番美味しい。じゃあ6回路が面白いです。そう、回路が面白いです。うわぁ、今だけど日本でも少なくなってますよね。何代目とかね、6代目、7代目ちょっとずつ変わってきてんじゃないかな、そういうあれもね。ただ本人次第ですよね、やる気があれば。だからもうお寿司屋さんがよく言うんだけど、一生修行ですね。今まだまだまだですね、常にやっぱ研究していかないと。ああ、もう今日完璧だっていうのはないですね。僕はちょうど2年ぐらいですね。将来はカウンターで握りたいです。でもやっぱ5年ぐらいずっとここにいるつもりです。落ちる落ちなくて、やっぱり自分で一生懸命親のやってることを見て、ね、なんか言わなくても、これが一番、休むつもりがありません。